こんなに違う。身長204センチの北青鵬、東前頭6枚目に番付を上げて臨む来月の名古屋場所に向け抱負を語りました。夢は横綱ですし、いずれは横綱っていう目標がある中で、まあ、段階として今年中の目標は三役ってことなので、これからもこの北海道のそういうわんぱく相撲がある際はぜひ足を運んで、少しでも相撲のする子どもたちが増えていってくれたら嬉しいと思います。小学生まで札幌で育ち、わんぱく相撲にも出場していた北青鵬、名古屋場所では優勝争いに絡みたいと意気込んでいました。